まだぐっすり寝てる時間はうん少しだけ早く起きすぎちゃったかしらせっかくだものこのまま似顔を眺めているというのもあでもダメね朝ごはんが冷めてしまうもの でももったいなくも思っちゃうわねそうだこうして糸を出して輪を作って私の薬指とこの人の薬指にい,いえやめておきましょうか それにしてもとっても気持ちよさそうに眠っているわね。このたくましい腕も私と違って筋肉があって立派な足もそれにこの顔も今だけはこんなに無防備。 私がこうして触ってもあなたは何にも抵抗できなくって綺麗ねえ。<laughs> あら。 私が起こそうとしても全然起きなかったものお腹すいたでしょ献立はねご飯と玉ねぎと卵のスープと納豆よその家族以外に料理なんて初めて作ったものだからご飯が柔らかかったり硬かったりしたら ごめんなさいね。あ、もし足りないと思ったら、お椀で作れるインスタント麺というのを買ってきたの。醤油と味噌と塩、一通り買ってあるから、好きなのがあったら、ね。三分で作れるっていいわよね。その、弁明って、 つもりじゃないのだけど私一人だとついだらけてしまうというか楽をしちゃうというか一人で家にいる時にソファーに座って本を読んでるとちょっと遠くにあるスマホなんかをそのまま座った状態のまま糸を伸ばしてくっつけて手元に手繰り寄せちゃったりとか朝昼晩で。 コンビニの菓子パンやカップ麺で済ませちゃったりとか、よくしちゃうの。だから、料理なんかも普段は楽をしちゃうというか。あ、でも、料理を作るのは嫌いじゃないのよ。あなたに、温かいご飯を食べてもらいたいから、頑張れば作れる、とは思うの。ううん。 ごめんなさい、今思い出したのだけどスープに入れる調味料間違えてしまったかもしれないわ味見もそういえばしてないしどうしましょう今度お料理の勉強してみようかしらそうだもし食べたいのがあったら教えてくれると嬉しいわ あなたの好きなものだけは上手に作りたいもの。<laughs> さてと、それじゃあそろそろ朝ごはん食べに行きましょうか。